ムスタグアダさんは、中華人民共和国、新疆ウイグル自治区のアクト県と、タシクルガンタジク自治県にまたがっている山である。標高は7509メートルで、チベット高原の北端を形成する山の中で2番目に高い。物理的には、パミール高原と密接に関連しているものの、コンロン山脈の一部とみなされることもある。穏やかな西斜面と新疆ウイグル自治区の比較的、 乾燥した気候のため、世界の7000メートル海根の中では、比較的登頂が容易であるが、登頂成功のためには十分な順応期間と強い、体調が不可欠である。三名は、ウイグル語で、氷の山の父の意味である。インド学者のミハイル・ビツェルによれば、リグベーダにおいて、最高の相馬が生み出される、ムバジャントさんに言及しており、これが、ムスタグアタさんの名前のもとであるという。 この山は、コングユル山のすぐ南にあり、コングユル山とともに、コングユル山脈という独立の山脈を成している。コングユル山脈は、ヤルカンド川の渓谷によって、コンロン山脈から切り離されている。そのため、コンロン山脈の一部というよりも、一般には、パミール高原の一部とされる。コングユル山脈の北には、タリーム盆地、東には、タクラマカン砂漠があり、 いずれもこの山脈からそれほど離れてはいない。両方の山頂と麓のカラクリ湖のすぐ近くをカラコルムハイウェイが通る。カラクリ湖からは山が見渡せる。この山に最も近い町はタシュクルガンである。これは中国で最も西にあり、パキスタンとの国境に非常に近い町である。最初に記録されたムスタグアタ山東町の挑戦は、 1894年のスウェーデンの探検家、地理学者スベン・ヘリンによるものである。その後、1900年、1904年、1947年にエリック・シプトンとビル・ティルマンらが挑戦したが、いずれも寒さと深い雪のために引き返した。初登頂は、1956年に中国、ソ連合同の大規模な登山隊によってなされた。隊長は、 EAB 列キで隊員にはリューレンマンや巨形らがいた。この隊が使用した西資を通るルートは後に標準ルートとなった。初登場以降、多くの人が登場を行った。1980年、ネットジレットが率いる登山隊が標準ルートのスキーによる登山、下山を行った。これは7500メートルを超える山における初のスキー登山である。 2000年にはより難易度の高い南東領からの登頂が行われ、2005年夏には山の西側の二つ目のルートが開拓された。2011年、スウェーデンの登山家、アンネリウェスターは単独のアルパインスタイルによる登頂の後、山頂で一晩を過ごした。ありがとうございます。